冷たく、そして強い雨が今日は打ちつけています。東方みんなのスタジアムです。今日は福島ユナイテッド FC と栃木 SC の J3 リーグ第28節のゲームをお送りをしてまいります。ベンです。お互いと蹴り合いですが、ここはどうか。さあチャンスなるか。シュートだ。だらシュートがボール止まってしまった。キーパーも出ていますが、いや普通だったらもう入ってるかなというところでしたが、打ったシュートもちょっとこう浮かせていかないと厳しい展開。ワンバウンドしたらもうすぐ止まってしまいます。どういったボールを狙ってくるか。七、低いボール、ヘディングされました。ちょっと捉えきれませんでしたが、笛も今吹かれていました。岡田が手前で飛んでいました。オーバーヘッド、ちょうど目の前に来たところ、オーバーヘッドを見せてきました。ちょっと意表をついたような感じになりましたが、ただディフェンスに当たってコーナーです。スローイン、カットスローインです。フリック、そしてシュートだー、決まった。先制ゴール、前半終了間際についに先制ゴールは牛の浜。ゴール前を送ってフリック、ボールのところ牛の浜のシュート決まりました。栃木 SC がなかなか難しい戦いの前半の流れで45分先制ゴールを挙げました。ここはやはりスローインの流れから、これ一人手前でよくフリックしました。ベンデスでしょうか。その後うまくからの前でシュートに行った牛の浜、いいところに落ちていきました。今度はよく読んで2人あとベンデスあたりはついてきました。審判にスター立って、さあ浮田は裏に出てシュート、ただオフサイドフラッグ、うまくボレーでシュートに来ました栃木 SC。牛縄のシュート、審判に当たったところからちょっとマイボールになって、それを和田がロビング。ボール止まった。ここで浮かせていった。さあどうか、ここもうまくまた多田がディフェンス、ただ胸トラップからシュート、樋口です。ここはうまくシュートまで持っていきました。樋口博樹、9ゴールを挙げていた樋口。コーナーで低いボールが来ます。ボレーでいった、決まりました。追加点、セットプレーから最後は西谷が決めました。低いクロスが入って西谷がボレーシュート、2対0としました栃木。西谷今シーズン8ゴール目。ちょっと跳ね返ったボール、ちょうど目の前に来てもそのまま打ってきました。反応よく、そしてうまく、うま振り球というのは合わせるような格好で、さあもうワンプレーぐらいあるか。ミュード、このキックも止まってしまいました。ここで試合終了。アウェーの栃木 SC 見事6連勝、しっかりとまた J2 昇格へ向け前進をしました。2対0で栃木 SC が福島ユナイテッド FC を下しました。